ライブ準備中です。しばらくお待ちください。村雲さんどうもこんばんは、来てくれてありがとう。無理なくね、はい、ありがとうございます。ちょっと病み上がりなもんでね。栄冠も来てくれてありがとう。広瀬さんなんかね、あっという間に基礎値乾燥してるんですよね。定期も助かります。すいませんね、数日配信をお休みして申し訳ない。もうしばらくお待ちくださいね。和樹さんもこんばんは、来てくれてありがとう。高評価さん早速押してくれた人もありがとう。ということで練習試合2試合を終わらせたところやね、入学式後。広瀬さん盗塁記録チャレンジ179盗塁まで来ました。練習試合2試合終えましたね。5割6分6厘、えぐいね。基礎値完走達成。もうやることないです。練習やることない、やることないです。広瀬さんもやることないです。何もできません。やることない。はい、ということでちょっと病み上がりなもんでね、咳とくしゃみをすることがあるかもしれませんけど、本日のマッツゲームの栄冠よろしくお願いします。広瀬さん200盗塁目指して頑張ろう。と2番にイチローね、で3番にチャボミ、で4番にルミネ、30本いきたいなルミネ。で5番にタキナちゃん、で6番にノムカツさんね、で7番にサルボボ、で8番に小島洋平、8割打ってんね。でここやね、西口さんを差し置いてエースを獲得した盆栽投手ノエル、行きましょう。なんとね、下方向ガチャはねフォークを引きました。しょうがない、フォークになっちゃいましたね。もうしょうがないですね、ちょっと風邪ひいてたもんで、1回しかやり直すチャンスがなくて、フォークになっちゃいました。しょうがない、いいんじゃない、カット、パワーカーブ、フォーク、悪くないでしょ、悪くない、ということでやっていきましょう。5月の18日からね、ノーマル引いちゃいました。もうすいません、ぼーっとしてたわ。これ何、これベタ生海田鉄道、ゆっくりやっていこう。9歩です、当たり前。効率アップ、これは相互練習ですね。スカウトか、待ってね、ここ食事会。翼、雨使いますか、ちょっと待ってね。はい、総合戦力ガンスト達成。あら早い、もう達成しちゃったな。あら、やることないですよ、もう。あらら、もう行っちゃった。使うわ雨、6月9日ね。もう行っちゃったね。好調、ナイス。これカード結構いいな。牛歩か、これは牛歩やね。もう5月26はやばない、カンスト特訓バスないか。ないか。ここ待てよ、
黄色マスの不思議行こうか。はい、ここの判断見たかな、みんな。ルミネーが真面目な姿勢、引いちゃうんです。すぐ開始5分かな、はいはい、引いちゃうんですね。引いちゃうんですよ。ここ変化球いこうかな。黄色やし、5マス先が黄色やったからね。その先にアイドルいるんです。そしてすぐ引くよな。カビですかね。カビでしょうね。これもすぐ引くやつ。もう岩岩くんはいいわ。まあ、強いな。やることないです。どうしたらいいのこれ。万能。あ、テポももういいわ。行くやん。テポ散歩時覚えるか。あ、そう。マーチョンさんこんばんは。熱は下がったけど喉と鼻水だけがやばいです。ありがとう、気遣い。いつもタキの足でいい。もう自由に上げれるからね。ノムカツさんもいい感じ。守備上げるか。ルミーダは守備、シュランはいらないね。守備、ライデンズ総合戦力上げ、守備、チキンラビも守備、リアムはこっちで、ノエルもいい感じ。ここ上げとこうか。ニワコも急速で、足クリボは使わないね。肩、ラピも使わない。怪しげなところいらない。一郎は足から上げよう。小島よへもいい。リアム野手能力は低いよ。リアムあー結構高いね。ハイボールヒッター持ってるやん。サポジ覚えようか。お、基礎値高いね。素晴らしい。外野覚えようか。ハイボール持ってるやん。あと誰か持ってた。あ、バント持ってんな。西口さんも、西口さんも覚えよう。ファーストで3年はいいわ。3年はいい。プレッシャーない。いい野手能力高かったね。OK。 2枠上がって、ノイルもフォーク上がってる。いいね。ナイス、お褒め。栄冠大会告知ありがとう。わ、これカードがいいね。 UFO です。あ、投手の野球変更はしないから俺。スカルチケット、いやー西口さん、ここはストレッチ使いたいね。マスラーでもいいかな。まあいいわ。経験値ナイス、セーブ。高評価7を押してくれた人ありがとう。そうそう、いよいよ2週間後やけんね。そろそろ決めたいかな。参加者は佐藤さんが参加表明してくれてるんだけど返事がないんですよね。総合練習でいっか。はい、よし。いや、これ松田行ってこうかな。
ノイル145にしときたい。いや、そこでしやな。そこでしや。ダメも使う。6月23。マッスル行こう。あ、そこでし行こう。特訓マス OK。はい。さあ、練習シート使います。めちゃくちゃいい感じ。めちゃくちゃいい感じですよ。チャボミもちょっと。バリピ頑張れ。ミッシェル。ルミネーもちょっときついな、オーレツは。うん、きつい。テポはもうやることないね。テポも素晴らしい能力。サンポジもうちょっと行ってもいいけどね。まあ、早急 D 足いいでしょう、もう。うん。石口さん覚えた、サンポジ OK。いや、これ変化球行こうか。OK。赤チン、ちょっとスタミナ行こうか。タキラもいい感じ、守備。ガッテンパーディー。ノムカツさんは守備 OK。OK。シュランいい方で。OK。チキンラーメン丼。いい。まあこれ、まあいっか。元気さん、こんばんは。来てくれてありがとう。肩。OK。あ、一郎総力 A やね。まあ、ここちょっとパワー上げますか。OK。ヒロスさん。なれる、なれる。絶対なれる、ヒロスさん。勉強ね。これはね、カード変えよう。練習指示がまた来る。安定ね。好調、ナイス。さあ、ここ黄色マスの尻行こう。パリピー。危ない、危ない、危ない。直上がり。カモン。まあいいでしょう。腕立てで。ヒロシさんが上がったか。ヒロシさんもやることないからね。いいです、これで。効率が上がるか。ちょっと待って、カードが渋いんですよね。ちょっと待ってね。特訓マスチャレンジ。うん、ピッチャーはね、絞られるけんね、村久保さんね。すいませんね。高評価9押してくれたし、ありがとう。はい。いやー、いらない、これは。3年生はいらない。つくんかい。いらない、いらない。呼吸を戻そう。せめて2年、1年にして。いらない。広瀬さんでもいらない。ごめんね、話すする音が多いけど申し訳ない。やみ上がりなんで。せめて1、2年頼む。いやー、これは小島洋平かな。ルミネ行きたい気持ちもあるけども、オーレスや100行かないからね。小島洋平行こう。あやぽよさんちょうど来たし、洋平行くぞ。降格は上書き。ちゃんめでしょうか。ちゃんめ初級じゃない、任せる。降格でもいいよ。降格でもいいし、ちゃんめ初級。やり直しできません。高評価10押してくれたし、ありがとう。あやぽよさん行こうか。素晴らしいよ、能力は。ちゃんめ、そうだよね、小島、大島だよ。よーし、よくゲットした。
ダンベル行こうかな、青松やし。ナイス選択、ナイス選択です。これ抽選会なんだこれ。抽選会か、はいはいはい、試合かと思ったわ。8ですね、これ絶対8、8お願い。6、え、まあまあ表裏表、うん、まだいいね、まだいい方。危ない危ない、まだいい方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 だね。 OKOK、 まだいい方です。雨使おうね。7月11、ほい、あーベタ生か。ちょっとここは逆転でしっかりね。赤とこ追ったっけ。それよりミッチェル分かった、 UFO カード。もう7月11ありがとう、座禅。真面目な姿勢を引くんです。もう2回引いちゃったわ。すぐ引くね。もう2回引いちゃった。開始16分で。あ、みんな調子悪いな。おい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 、全員調子悪いやんかお前。行こう、また当てに行く。前評判は D。やばいね、もう2回引いちゃったわ。2マスやけどね、まあ、ここからは自由に上げていいんで。これ普通に行かせるから、世界大会は普通に行かせる。チャボミはこれオールS役行くね。 OK、 チャボミはサウポジ行ってもいいけどね。先に早急いいか。でもまあサウポジ行こう。これガイア行こう、余裕で行く。パリピもいらない、いらない。ルミネが行かないんだよね、うん、テポは行く。テポもサポジいいわ。あ、いい。ぐっちゃん、西口さん請求あげよう。赤チンはもういいね。タキナどうしようかな。足先あげる、足あげようか。先走れるから。ガッテンももういらんもんな。守備で。肩で。ノンカツさん肩で。テッソ。テッソも守備でいいね。肩でいい。猫娘も守備でいいわ。チキンラーメン肩でいい。まあ、リアももう急速いっとこう。勝手に上がるわ。あ、ここ請求。球速は絶対145になる。 OK、 OK、 サルボボパワー、リリーはいい、クリーボーはシビリー、ラッピー、ラッピーもいいな。肩で。お前いたんかまだ。お前ら赤とこ多いな。ちょっと5個もあるわ。ビジョンちゃんファイターズさよならなわけ。もう言いたがるね、言いたがるね。これノエル選んでもな、こういう時も悩むんだよね。今盗塁チャレンジしてるから、ルミ行く、ルミネ行くわ。もちもちいらっしゃい、来てくれてありがとう。お待たせいたしました。あー、広瀬さん出てねえか。かー、セーフティーで。あー、ダメか。
苦しい。ちょっと表のうちに稼いどかんとね。広瀬さん出てお願い。滝田ナイス。よし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 。あ、これじゃあ走れんやー。あー走れんなー。いやプルヒダメだからね。ルミネ頼む。つなご。いやーダメだねこれは。うーんですよね。かあ。頼む、広瀬さん。よしよしよし。やっと来たわ、盗塁できるチャンス。クイック C。使う、もう。180盗塁到達。絶対走れる。よし、181盗塁。よし、OK。つなげつなげつなげ。ノーアウト二塁。一郎、一郎っぽくない打率やな。転がってです。ナイスバッティー、さすいち。さすがですね、一郎さん。サードまで行っちゃう？行っちゃいます、行っちゃいます。スリーベースヒットね。しかもコリモンものあるから覚えとこう。羽ばたく、ナイスバッティング。よしよし、サードまで行っちゃう。ノエルがなんでホームラン打てるよね。なぜノエルがホームラン打てる。一応能力見てみる。 FE FEG わかりません。センター、いやーこれは落としてほしい。よしよしよし、しばらく来てないうちに通るぜ。頑張ってるでしょ、カオスさん。攻めてます。俺もちょっと何日かできなかったんですけどね、放送は病み上がりなもんで。広瀬さんが181ですね今ね。これサルボボ走りたいね。走れる。おい、ギリセーフ。危ねえ。さあ小島洋平、転がせ。よし、よし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 。よし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 。ただここノエルやからね、ロシオ。うわー、カード渋いけど使うよ。出ろよ。出なくても三振でいい。あ、それ一番最悪。いやー、それ一番最悪。いやー、広瀬さんアウトかい。広瀬さんアウトかい。引っ張り行ってみようか。アーチストポルヒ。やれ、いける。ルミネいけないね。うまいね、セカンド。あら、イチローさすいち。あら、画面外ゴンヌ、いいね、素晴らしいね。ここから抑えよう。テンポドン行って、まあ、西口さん行きますか。全部使っとこう、リリー。打たれない、打たれない。もうノエルは神球種なんで。はいはい、打たれない、打たれない。ちょ、盗塁6したいな。盗塁6したい。まあここは4点でいいんで楽勝。雑談タイム。皆さん雑談タイムなんだけど、うちの母がね、まあ先月
脳腫瘍で入院して手術して賞を取ったんやけど、あまりにも退院後後遺症がひどいんで今日病院行ったら再入院になりました。どういうこっちゃと思うよね。どういうこっちゃと。髄膜炎だって聞いたことある人あると思うけど、熱がずっと下がらんかったんよ。大変でね。退院して苦しむってどういうこっちゃってね。再入院になっちゃったよ。また大変になるかもしれんけど、今日は頭の中の水を抜く手術をしたんだけど、急遽ね。やっぱ頭とかさ、やっぱ大事なところやけん何かしらあるよな。本来ある小脳を取ってるからと思いましたわ。すいませんね、関係ない話で。よしよしよし。さあつなげよ、シングル。いやーこれアウトか。いやこれちょっとノエルヒット打たなくていいな。君はアウトでいいよ。オッケーオッケー。さあこの男の登場だ。ここはもう絶対セーフティー。いやこれちょっと待って、怪しい。走れ。よし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 。村駒さんありがとう。大丈夫大丈夫。もう今日の水抜く手術もうまくいってるんで。でもね、小脳取った時もそう言ってたんだよね。もう到達してる。早い。4盗塁。あら、ここ打てない。ルミネ、いいでしょう。まあ、盗塁2位できたことが大きいね。イチロー出る。イチローも走れるからね。使おう。イチロー3投いけるかしら。攻めよ。セーフ。これ広瀬さんに続いてこれ一郎も抜きに行きたいね。一郎今何盗塁かな。あ、全然やね。6盗塁か。いやー、今放送1本目の確定はチャボミ羽ばたいていく。ナイスバッティー。いいね。チャボミ一応23本目。滝名ちゃん出る。バチコンいただきました。ありがとう。使う。ノムカツさんパワー系打てないか。ちょっと黙々タイム行こう。サルポポ、ここちょっと打ってほしいけどね。あ、流しか行くか。自由に打たせるわ。シングルでいいぞ。おっと、ラッキーなエラー。オッケー。さあ小島打たせる。弾こうか。よし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 。ちょっと待て、ちょっと待てよ。ここ盗塁したいから。7回か。これ代打でもいいな。もう代打行くわ。ここは、いやー、代打行くわ。代打いきます。もうここは、猫娘行こう。よし、シングルな。ああ、ラッキー。あ、いかん、これじゃ走れん。あー、これじゃ走れんな。打つしかないね。ここは当たり前のようにセンター返し。いいでしょう。本まで行け、本まで。
サードまで行くなよ。行くよね。行くよね。走れない。うん。あ、今日ワンカート買ってね、5個買った。転がさないや、鶴見ね。1試合目からいいね。うん。すばらすばら。ちょっと広瀬さんが走れてないな。これ送りバントヒット狙うわ。うまい、イチローうまいね。何でもできる、何でもできる子。イチローが走って羽ばたこう、チャボミ。よし、羽ばたいていい。やれ。あら、あ、野球がお上手。あら、またこれ50点コース？でってれれれ、レッツゴービーが流れてる。タッキーな、タッキーな。あら、これでも落ちるやつじゃない？落ちるやつ。頑張って前に来たんだけどね。ヒットです。佐藤さんこんばんは、来てくれてありがとう。あ、佐藤さん、大会の参加表明いいんかな、 DM してますんでご確認を。もう2週間後だからね。サルボボ打たせよう。オッケー、ミート型つなげ、つなげ。おら、まだ操作できるの？なんで？なんで操作できるのかな、これ。後ろ。傭兵やれよ。いやー、正面か。これしょうがない。いいでしょう。よく打った、よく打った。なんだこれ。あー、ピッチャー変えたんか。まあいいでしょう。9番からか。ちょっと小島に帰るわ。アレンジチームは引き継がれない、だからもう一回組み直さないといけないわ。結構面倒よ。俺も大変やった。お、庭子は経験値、経験値稼ぎ。イチロうまい、ナイスゲッツ、うまいね。サルボボ組み直し結構だるかったね、俺も。ごめんなさいね、今日たまに咳が出ることあると思うけど、ご了承ください、すいません。高評価12押してくれたし、ありがとう。大会まで残り、佐藤さん OK ね、了解です。佐藤さん OK、 はい、楽しもうね、佐藤さん楽しもう。ここは雑なタイム、ちょっと長くなるわ。そうね、今週末までにはちょっと決めたいっすね。村雲さんとか川尾さんとか出ればいいのに。何が起こるかわからんぞ、感染は。まあ、組み合わせにもよるけどね。タッサンサクセス好きね。もちもちが最近ね、育成のツイートしとらんけん怪しいよね。隠し玉作ってるだろお前、バレてんぞお前。ピッチャーの隠し玉作ってんだろお前。
もちもちは絶対隠し玉作ってる今。分かってるもん俺は。プリンちゃんこんばんは。いろいろお疲れ様です。もうそういうコメントが一番嬉しい。もうお気遣いありがとうねプリンちゃん。もうプリンちゃんも絶対隠し玉作ってるからね。分かってるから。分かってる分かってる。やーっと落ち着いたね。今から絶賛育成開始です。いやいやもう土台できてる。俺も2022のさ、水原と古田さんがさ、移動できてないからね。やばいんですよ。プリンちゃん、投手3倍も作ってんの？どんだけ作っとん？やばい。裏軍団が本気出してる。やばいぞ、お前ら。裏軍団が本気出してるぞ。やばい、やばい。3枚はえぐい。ただでさえ強いのに。しかもここで言うってことはその3枚は自信満々ってことですよ。やばいよ。みんなやばいよ。やられるぞ。やられるぞ。俺にはわかる。やられるぞ。ここは使おうね、テポ。お前いつも持ってこんもんな。撃てよ、お前。打てば何も言わん。そう、センターへ発射往来。さあ、広瀬さん、ここ1盗塁しか無理だね。広瀬さん、1盗塁しか無理か。センターで打たせればいいか。打たせよう。シングル、シングルよ。うわー、違う違う、そうじゃ、そうじゃない、確定ゴンヌ、あんまり気持ちくない。違う違う、ひろしさん、違うって、シングルって言ったやん。もう打っちゃうな。なんだかんだか20本目。広瀬さん盗塁は、もう何やってんのよ。もうルミネ悩んである。いや、アウトか。イチローさすいち2本目。やばい、イチローやばくない。うわ、さすが6の5。さすがやね、イチロー。相手ピッチャーいないから。あら、打てませんね、打てませんね。ロムカツさん死んでんな、さっきから。海田哲人行こう。これもあやぽよさんだね。哲人、よし、采配的中。よしよし、回せ、あの男に回せ。だからもうええって、牽制アウトとか。もうなめてるやろこれ、ふざけんな。何がアウトだお前。間違えた。舐めてるよね。俺牽制アウト多すぎじゃね。ニアコも普通に強いけんね。ニアコ普通に三振取るやん。変えとこう。ここは何点だ。21点。3点3点。たった3点やね。一応相手のランク見てなかったね。いいかい。
さあ3点3点さああと1点西口さんの影が薄い。打たれるんかい。まあいいけど。打たれるんかいやね。は？やめて。はい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 、さあ打とうね打とうね打とうね絶対打とうね。よしよしよし、サルボボよく出た。西口さん代打、サルボボ走れるやろ、走ろう。 OK、 西口さんいい、お疲れさん。あ、ピッチャーおらんのか、俺まさか。あ、ピッチャーおらんね。あ、ピッチャーおらんね。これさすがにやばい、打たせよう西口さん。まあ送りバントですかね、ここは。うん、アウトか。お前シングルだぞ、もう。お前もう最悪。広瀬さん出ろ、お願い。いや、ツーベースか、まあいいでしょう。広瀬さん打率もやばいよね、6の5、5割7分1に100打点到達。はぁ、神ですかね。一球待つ、セーフ。うぅ、攻めてる攻めてる。5盗塁足して184盗塁。ヌミネナイス、もう一巡しろ、こっから粘れ。村久保さん甲子園優勝おめでとう。さあ一郎走ろう。わ、一郎カード渋しょうがない。いやー、しぶとく抜けていく。さす17の6、7の6ですよ。しっかり盗塁していく。チャボミ羽ばたいていい、落ちる。いいね、粘ってる粘ってる。30点打ててる時点でいいからね、表で稼いでます。さあ滝名ちゃん打とうね。ナイスバッティング、落ちる。よく取ったね今。まだまだ遊べるドン。海田哲とシングルな。やれる。オッケー。つながるつながる。つながりますね。おサルボボやな、大事なの。カードが渋いな。あー、センターで三振か、しょうがない。うん、ファースト。さあ終わりましょう。十分打ったね、十分打ちました。よし、34安打打ってるから素晴らしい。広瀬さんも一応盗塁後ね、184盗塁。
5割並ぶ気、5割並ぶ気キープ、言うことなしでしょう。うん、どうした？大丈夫。はい、ヒットインドラン、ツーアウトからヒットインドラン、 OK。 さあ、得のついちゃってもいいけどね。いっぱい打った、ホームラン7本、イチロー2本、広瀬さんも1本。何にもつかないね。サルボボがマックス上がってんね、信頼度。 OK。ノイドはほとんど支持してないもんな、しょうがない。ここはちょっと牛歩ですね。スクワットで直上がり。ノエルやったのに、まあいいわ。だってカード絞りながら行こう。トクバス来い。来ないね。これ青止まろうかな。学力はいらない。一度普通あかん。ちょっと待って、これまさかお米足りない？お米足りないな。ちょっと買ってくるわ。マーチョンさん、牛マークありがとう。ちょっとお米がちょっと足りない。お買い物。この辺もちょっと買っとくか。5冊ぐらい買っとこう。雨はあるかな。雨も買っとこう。カートのマークあるんだ、すげえ。よし、行こう。タイヤで。7月11日ありがとう。これチャボミかな。チャボミ行こう。よし、広瀬さん6盗塁お願いします。最低6盗塁、190盗塁いこう。この試合でお待たせいたしました。出て、いやー、広瀬さんアウトか。広瀬さんアウトか。 D だね。チャボミは転がせにいこう。あら、打てない。パワーポイント少ないでしょ。ナイス、ノムカツさん画面外。ノエル打たれんね。チャボミがなんで打てないかな。てか、広瀬さん似た子、嘘でしょ。うわ、ショートうまいな。ちょっと広瀬さん頼む、出て。次はお話にならんぞ。出しておいで。いやー、もう歌取りしたくないんだけど、しょうがないね。ルミネ、あ、ノエル OK。 はいはい、ちょっと打とうか。広瀬さんやっと出た、 OK。 広瀬さんでも打てなかった今。エラーかい。まあいいです、いいです。さあ、やっと1盗塁、3盗いけるかな。クイック D。 いやいやいや、もう絶対いける、頼むよ。
行きますわ。よし、オッケー、2盗塁。うわ、怖い怖い。羽ばたけよ、チャボミ。ナイスバッティングでしょう。笑うな、山田。試合中に。遊びじゃないんだぞ、お前。一塁出る。ルミネ。引っ張り違う。転がせ。うん、さすがルミネ、それでいい。OK。さあ、満塁を作っていく。さあ、滝名ちゃん、使う。センター。はい、当たり前、ナイスバッティ。いいです、いいです。ただ、あと3点しか取れんからね、気をつけようね。3点しか取れないよ。ノムカツさん、使う。ナイスバッティ。ちょっと待って。ちょっと待って。あと2点しか取れん。ちょっと待ってよ。あと2点しか取れんぞ。走ろう。アウトでもいいけ。セーフかい。ちょっと待って。いや、打てないでしょ。打てるかな。怖いな。転がせにしとこう。あー、何やってんだ、夏さん。もう転がせて言うてんやろが、もう。何やってんの、もう。もう、台無し、二盗塁しかできんかった。もう三振やったな。もう何やってんのよ、もう。もうしょうがない、もう。最悪やね。最悪やね。これもあるからね、もう慎重にやらないとな。三振させるべきやったね。もう痛いな、今の一試合ね。タッさん、冗談冗談冗談、しょうがないしょうがない。俺の指示が悪いから、俺の指示が悪い。怪しげな誰だ、怪しげな男にアドバイスを行ったのは。サルボボ人形だろう。怪しげな男と絡むな、勝手に。あいつ怪しげな本持ってこんな。ノムカツさん行きたい部分もあるけど、チャボミも裏つけたいんだよね。チャボミもオーレンス100行くもんね。今チャボミ何してたっけ、練習。ノムカツさん選んでもいいけどね、チャボミ行こうか、やっぱり。夏岡市 2年生ミスター、いいね、アーチストよ。翔さんパーヒ持ってないからね。広瀬さん出る。あ、結構肩強いな。結構肩強いね。クイックし、いや、やるしかないよこれは。もう行きます、走るわ。もう行きます。いやー、アウトかー、腹立つ。変化球やったけどね、今。アウトかー。広瀬さん、アウトかー。使おう。一巡しような。超えろ、OK。この回勝負やね。さあ、一郎。うわ、一郎これ結構きついな。これ送りバント人狙うわ。
いや正面か、正面ね。ルミネはね、犠牲フライゴール打てるんでね、言ったでしょ、ルミネは犠牲フライゴールが打てると。ゴール、ナイスバッティング。広瀬さん、よしよし、二塁打か。初球走る、セーフ。うー、怖え。二盗塁、二盗塁よ。188盗塁。よし、ジャボビナイスバッティ、いいね。ゴーンありがとう。表やから稼ごうな。ワンアウト二塁、ノイルね。まあ西口さん使おう。コントロールまだ上がってないかな。一郎うまい、 OK。 これでツーアウト。ノイリュコントロールは、あ、今上がってんのか。元のコントロールが何歩かわからんわ。もう C 上がってるよねこれ多分。ルミネ出る、 OK。 さあノムカツさん2安打、シングル、ナイスバッティング、いいでしょう。3の3 58か、 OK。 リンさんこんばんは、来てくれてありがとう。サルボボ、いやー、サルボボまだきついな、カード。もう6回しないならしいな、ここは。何で行こう。お前持ってこいよ、いい加減。お前全然持ってこんな、お前ほんと。そしたらシングルでいいわ。いやー、取られるんかい。父陽平頼む、シングルつないでくれ。広瀬さんの操作がしたい。よし、 OK。 ナイバチ、ナイバチ、ノイルが打てればな。いや小島走れない、走りたいな、ここ。リコ娘で走ろう。ちょっとここ絶対ノイル頑張れ、転がせていくわ。いやー抜けないかー、もう広瀬さん自動操作や、打てないね。よし、あ、プリンちゃん58だね、確かに58。おい、サスイチ、ナイスプレー。おい、広瀬さん出る。中村くん降りたら、そろそろ君。セーフ。うー、怖え。三盗塁。攻めてるよね。超えて、オッケー。しぼみ、ナイスバッティング。もう200盗塁いけるでしょう。一路ノーヒットか。シングル、大山さんこんばんは、来てくれてありがとう。あー、ここ打てないか。大山さん高評価もありがとう。ルミネ、ルミネこれ転がすよね。いやー転がさないやつ。ルミネの確定ゴール、バンモスキボティ、ナイスバッティ2本目のゴール、いいね。ルミネ似てる、超似てる。リプレイ案件、マーチョンさんいるし、ナイスバッティ。
うん、アウトローですかね。ナイスバッティング。ルミネワンチャン30本あるよ。グッバイ。さあ、ノブカツさん出る。これ、ノブカツさんも、中村はまだ投げてんの？間違った、間違った。セーフティーとかしちゃった。あ、セーフならいいわ。セーフならいいわ。セーフティーとかしちゃったわ、今。取らせ。いやー、打てないか、ここ。また操作できんな、広瀬さんの。これの調整はちょうどいいんだけど、ヌビネナイスやな、ホームラン。うん、打たれるか。笑うな、丸山、試合中に。広瀬さん、189盗塁。5割7分キープしたいな、こうなると。ねえ、みんな。自動操作次第だけど、驚異的な打率だよね。ほとんど注目選んでないからね、俺。一度ピッチャーさせるわ。よし、雑談タイム。広瀬さんの盗塁障害記録予想タイム、現在189盗塁です。残り何試合かな、わからんけど。残り何試合かわからんけど。あら、ちょっとみんな待ってね。黙々タイムに入りたい。喉の調子が悪いのに吸うなってね。吸っちゃうんですよね、どうしても。内角220行きたいね。残り9試合か。ナイスゲッツ。草27220は行きそうだね。220はね、頑張れば。ここもノエル変えてもいいな。打ちたいね。変えよう、ノエル変える。さあ、ガッテムミート型シングル。いやー、正面か、アイアム長の。まったく。ただここで広瀬さんがいる。転がせでいいと思うんだけどな、セーフティーじゃなくて。セーフティーの方が手堅いか。よし、セーフ。オッケー。走る。絶対走る。よしよし、5盗塁。191盗塁まで来たわ。攻めてる攻めてる。なあ、チャボビが羽ばたいていく。ゴール、ナイスバッティング。ウィーレウィーレ。野球ってこんなに簡単に点入ったかな。あれ、終わっちゃった終わっちゃった。まあ、2枠行きますか。いや、西口さん行こう。ちょっと待って、あんまり打ててない。でもちょっとあんまり打ててないから、もう2盗塁したいよね。7盗塁は行きたい。強引に回したいけど。9表しかないから。ただ切り札も何もないんで、切り札も何もないんで、ここでしょ、ここでしょ。切り札も何にもないから、3点ね。ちょっと表にしては取れてないね、マジで。前半が打てんかったのか。あ、打ててないね、前半がね。ちょっと前半が打てなかったね。
あやぼうさん、ラジオ感覚で滑舌悪くて聞こえてたかな、大丈夫かな、ありがとう。もう何感覚でも聞いてくれるだけで嬉しいわ。イチローさんバテないね。あ、やっとバテた。ちょっとここはもう一打席広瀬さん回せられたら神、絶対三投のまでできる、で出ろ、よし滝田ナイス、よく出た先頭バッター。さあここ大事よ、絶対つなごうな野村さん。いや取るか、それ取るんかい、お前つなげよ。うわ、お前カード死んでんな、お前。うわー、カード死んでんね。セーフティー行くしかないね、これね。よし、テンポようやった。オッケー。仕事したわ、お前。お疲れさん。よし、仕事した。もう牽制アウトやめてよ、マジで。猫娘打とうな、シングル頼む、シングルでいい、大きいのいらんから、超える、オッケー、よし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 、広瀬さんまで回せ、代打代打代打、もう代打です、これ代打代打、ミラ鉄道、ちょっと待ってね、猫娘走る、よし広瀬さんまで絶対回る、降格、いやーこれあかん、これミート型やな、あー広瀬さん、こうセーフになっても一盗塁か、一盗塁しとこうね、うまい、セーフ、これディレイドスティールせんかな、ホーム行け、もう強引にホーム行けよ、でも6盗塁できたわ、192盗塁いいでしょう、やっぱダイソー出そうかな、守れないか、羽ばたけない、あんまり点取れんかったね、20安打打ってんのに、まあいいわ、サード、いやルミネ変えようかな、キャッチャーファースト、あんまり打てんかったね、あんまり打てなかった、さあ盗塁は6個できたけん上等だよね、192盗塁、もうにわこでも打たれんもんね、にわこ素晴らしい、わあ、まあまあそこはいいわ、操作が1回増える、いいでしょう、なんだかんだ黙々タイムは今から、黙々タイムは今からです、はい、よく抑えました、いいですね、さあ広瀬さん6盗塁を稼いでいく、いいですね、ルミネが2本ね、20安打、何にもつかないやつ、 OK、 いいでしょう、コントロールが次で C になるね、ノエル、マーチョンさん合宿でやらかして、ああ、やり直し言ってたね、あ、これカードが結構いいんだよね、ちょっと待ってね、いや、ノエルね、コントロール上がった後に使いたいから、ベンプレも残しときたい。わかった。一上げ。変化球使って。ここで直上がりでしょ？わかってる。来ない。
ならず者に囲まれてるな。超ノリ。よし。もし上がってない？上がってないね。次の試合やね。次の試合の後にやろう。雨も使おうね。ノイルはノイル操作できんもんな。ヒロシさん選んじゃう。もうヒロシさん選ぼうか。これヒロシさん選んでから稼ごうか。4回以降にヒロシさんで稼ぐイメージ。ノムカツさん行く？ノムカツさん2番の方がいいかな。ヒロシさん選んでもね、やることないんだよね。盗塁数だけ。ノムカツさん選ぶか。難しいよね、ここね。トリプルスリー無理、絶対。ノムカツさん行こうかね、やっぱりね。そうなるとノムカツさん、ここでチャボミ4番で行こうかな。いや、チャボミ5番でいいわ。5割並ぶ打ってるからね、ヒロシさんね。お待たせいたしました。はい、よし、2塁打か。2塁打ね。加藤君クイックは C。 いやー、ちょっと微妙なライン走るの。C ね。ちょっと初球見よう。怪しいから初球見るわ。牽制してんもんこいつ。次走るわ。いや全然早いな投げんの。全然早いな投げんの。食べられよ少しは。もう よし2点先制。こっからもう裏固定やけんね。打ちまくるだけ。広瀬さんアウト。よし、二の二。ノエル、あ、1点取られたね。ヒロシさん、ヒロシさんよね。よし。いや、投げんの早えな。これ無理、これアウトやわ。これは走れない。よし、OK。これはちょっと走れんね、さすがに。193盗塁やね、これでね。さあ、イチロー使う。センターに行こう。イチローいつ打った？2本もホームラン。三振！いや、使わん。ここはまだ使わない。転がせで。いやー、転がさないやーつー。ルミネよう打つな確定。何本目だ確定。今日だけで確定ゴールマンもつきぼて。いや、よう打つよね。転がさないヤーツも打つし、犠牲フライしないヤーツも打つし。あー、インハイですね。インハイ、うん、ナイスバッティング、グッバイ。キャッチャー投げんの早い。キャッチャー投げんの早い。これ3投無理。いやー、これカードきついな。チリ打たせよう。頑張れ猿。もう打てないよね、しょうがない。微妙にパワーが上げられてないからしょうがない。広瀬さん出る。神ですかね、広瀬さん。あー、打ってる打ってる。5割7分2。
194盗塁。加藤君、君降りたら？いやー、これ走れんわこいつ。ストレートやもまた危ねえ。アウトやった。走っとったらアウトやった。阿部に頼ろう。今度は打てるよね一郎。よし超える。ナイスパッティ。ちょっと待てよ、4点しか取れんからね。気をつけようね。二度と同じ失敗はしないよ。ただこれカードが渋いな、ルミネ。転がせに耐える。カードは変わんない。いやー、ルミネ打てないか。今何点差？うわ、5点差か。これ微妙やね。あー、広瀬さんまた違うって。なんでホームラン打ってんのよ。シングルでいいんだから。もう打つなー。もう違うって、広瀬さん。ちょ、信勝さん、ホームラン打つなよお前。当てられる。ちょっと待って、これあかんねえ。これあかんねえ。セーフティー。うわ、うまいな、一郎。ちょっと待て。もうこの辺出そう。走る。ルミネーム、これ赤。オッケー。ちょっともう赤あかんから。相手弱いでしょ。C ね。ただ C はね、一発あるから。途中しっかりアウトカウント取ろう。ノイル1年やしね。ナメプしたらやられるわ。ちょっと4点でアウトカウント取るわ。慎重に。勝率にもこだわってやっていきたいからね、このパワープロ2023は。2022の9割ならば絶対超えよう。7割ぐらいがコールド調整のやりすぎで負けてるもんね。7割ぐらいがコールド調整のやりすぎで負けてるから。ちょっとここでアウトカウント取るわ。ちょっとノイル一回も操作しないやろ。うん、西口さんも使って、ラッキーボーイも使おう。ゲッツーでいいよ、ゲッツーでいいよ。当てんなよ、もう何やってんの。あー、三振取っちゃった。もう勝ち越されるとやばいから。勝ち越されると何起こるか分からんから、ここまでにしとくね。あ、出た。うわ、カードやば。何これ、使おう。やばい、カードが死んでる。うわ、カード死んでんな。アンキュー、ゲッツよね。まあまあいいでしょう。同点まではいいわ。同点まではいい。打てない君には。うん、よし、完璧。
よし、チャボミオーデター打つぞ、打ちまくるぞ。もう牽制アウトやめろよ。はい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 、ファイト。エンドランなんかしないよ。転がす。よし、しぶとく抜けていく。滝田ナイス。滝田誰だったかな。サルボボ代打やな。サルボボ代打でここは厳しい。ラピ使ってテポ持ってこいよ。絶対持ってこい。ここはお前持ってこんな。全然打てよ。こいつ、ま、未だ一回も持ってきてねえわ。シングル打ったならいい。オッケー。テポ一回も持ってきてねえ。陽平くんは代打出すか。阿部ひ持ってきた。いや、これパーケーです。タキナか。大きいのいらん。シングル、シングル。ああ、ここはアウトか。次ピッチャーだよね。ノエルは代打。海田哲人。シングルな。哲人もう、うわー、ここかー。広瀬さんもあったけども、これ使おう。これはもうセーフティーですね。一択やね。俺がヒット。よし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 。打率もキープ。もう牽制アウトやめてよ。お願いけやめてよ、ここ。お前、195盗塁かな、これで。195盗塁。代打。カードを変える。よし、危ねえ。うわ、アウトのタイミング。196盗塁。攻めてる攻めてる。三振。まあいいわ、まあいいでしょう。ルミネ、ニワコ、リリー、キャッチャー頑張ってるよね。攻めてる攻めてる。広瀬さん、うまい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは丹羽子。一丁前に V スラ覚えたけんね。ノエルと変えてくれ。ノエルね、ほんとノエル九州キャッチャーやらかしてるんですよね。しょうがない。待って、全員出したよね俺。はい、まあ解消 A でしょう。なんだかんだ5盗塁かな。ちょっとあんまり点取れなかったけど、なんだかんだ5盗塁だよね。4盗塁か。 OK、 いいでしょう。得のは何もつかない、いいでしょう。コントロール上がったね、 C に。 OK、ちょっとノエルの練習指示をしたい。球速も上がるでしょう、勝手に。オッケーオッケー、しよう。この辺はどうでもいいわ。あ、2枠外野覚えてるんだね。オッケー。ルミネもね、微妙に上がらないんだよね。ミート上げとこうかな。ここはヒロさんすることないもんね。テポも補給でいいやろう。テポもこれ溢れるな。ファーストだけか。ガイアファースト、まあ、いっか。
札幌市覚えていいな。これ一応テポと広瀬さんとルミネよね多分、うん、西口さんも行けないもんね。チェンジアップ、滝野は足エースにしたい。オッケー、ノンカフさんね、足上げよう。肩休息、ノイルは変化球。いやーちょっと待って、これ下方向にしよう。ノイルフォークなんだよね。まあいいです。パワー、リリーはいいね。リリーも使わないからね、補給。肩ドリボ、ラピも使わない、補給。怪しげな男一応上げとこがしね。お前一路はミートでいい。 OK、 そうギリセーフ、ギリセーフなんだけど、ギリセーフなんだけど雨使おうか。7月28日、ラーピナイス、これします。お褒め、お褒め、お褒めがない。4月28日、ありがとう。お褒めゲームやけん、お褒め。おい、ここは黄色マスの不思議、ベタナマ経験値ナイス。さあ行こう。弱いな西尾学園 D。 さあ盗塁稼ぐぞ。一応広瀬さんが17盗塁、いい感じじゃない。179196盗塁、5割7分5厘、やばいね。佐藤さんおやすみ、いつも来てくれてありがとう、高評価もありがとう。いい感じ、行こう。ここで200盗塁いきたい。ノイル選びたいんだけどね、本当は。よし、マーチョさんルミネ行こう。ルミネ裏がついてないんだよね、シレット、うん、ごめん、ちょっとナイアガラタイム行ってきます。失礼します。お待たせいたしました。一つ一つ勝利を積み重ね、ようやくたどり着いた準決勝の舞台、地区大会準決勝の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、三塁側西尾、ここで勝てば決勝戦、甲子園大会が見えてまいります。さあ決勝の舞台を目指す戦い、プレイボールです。あ、すいませんね、お待たせしました。C か。はいはい。クイクイ。うわー、これ3投し放題じゃん。あー、3投いける。大丈夫。CC ならいける。ルミネーがカード死んでんな。これセーフティーいくか、一発目は。てか、1打席目アウトか、広瀬さん。かー、しょうがない。セーフティーいこう。
アウト？セーフに見えたけど。イチローが打つ。あ、1点取られてるね。阿部みたいな顔してるな、ピッチャー。お前なんか阿部に似てんな、お前。もうカード死んでんね、ルミネ。どうした？あら？ルミネ4行くか。ワンチャンあるぞ、30本。頑張れよ。ルミネ4割6分9厘、素晴らしい。姉さんダメか。ナイス、滝名、画面外ゴンヌ。同点ね、とりあえず。さあ、ここで広瀬さん。いやー、広瀬さん、サンタコモチか。ガー、マジか。これ使おう。送りバントヒット。あ、そっち側転がしたらあかんわ。もう、ルミネイチロー。いやー、これセンター怪しい。転がっていく。ピタゴラスイッチ？セーフ、危ねえ。しかもヒット扱い。イチロー走る。使おう。あー、カードが渋いな。流しで打てる。よし、しぶとく抜けていく。 OK、 いいでしょう。これまだ準決勝だよね。準決勝だよね。さっきの使おう。あー、センターか。センター行くか。ここは弾け。よし、ヒット。オッケー、ヒット扱いナイス。いいよ、走りたい放題。ロムカツさん使う。阿部ヒューは無視。いやー、落とそうか。うん、まだまだ広瀬さんの操作したいね、この回。よし、サルボボよく打った。さあ、小島洋平シングルな。よし、弾く。いや、絶対セーフ。 OK。 さあ、ここでノエルなんだよね。使うけど、うわー、カードきついな。ミラクルヒットないかな。転がせで。広瀬さんの操作したい、マジで頼む。ノエル頑張れ。おっと、ある。でもこうなると、こうなると広瀬さん勝ち込むしかないな。転がすやね。いやー、普通に打つね、レジェンド。さすがです。いいです、いいです。5割7分キープしてほしいからね。ここは走れないけどしょうがない。ルミネー、これセーフティーかな。あんまりしたくないけど。カードが渋いね、ルミネね。引っ張り無理だから。うまい。これはセーフでしょ、うん、ちょっと待ってね、あと1点しか取れんね。ちょっと待った、これあかんね。よく考えろ。2人とも変えねえ。悪送球やめろよ。投げんな、もう。アウトでいいわ、うん、ちょっと待って、これやばいな。延々と続くもんね、これね。あー、ちょっとやばい。これはちょっとやばいね。延々と、延々となっちゃうね。代打だね。代打は。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。
ちょっとここまではいいとして、ちょっと待って、もう1点も取れんから、小島洋平ごめん、ここ三振やわ、ごめんな。あやぱりさん、ここはごめん。今からコルド調整より7回やから、はい、全然盗塁数稼げてない。次もでもノエルからやもんな。ノエル変えるのありだね、これ次ノイルからでしょ。ノイル変えるのありだな。お二人アウト取って、もう打ってほしいから。ちょっと待ってね、小島に変えて、あーそっか、外野がおらんのか。キャッチャーのお母さんどこも俺サード。どうしたらいいかな。外野が守れない、外野セカンド。あーなるほどね、こうしてこうして、間違った、ノイルを変えろ。まずノイル変えるんだけど、こうやな。ランナー出てほしいからノイル変える。7回やけ同点まで行こうか。雑談タイム、よかったらお題をよろしくお願いします。第3回栄冠俺に輝く杯、残り4名なんだけどね、ちょっと来週中には決定したいかな。ここは同点まで行こう。相手 C でしょ、うん、ここは同点まで行こう。俺が風邪ひいたのは先週の寒暖差よね、絶対。福岡でも一桁やったけんね、夜。青春プレイ中クラスメイト全員のイベント感、クラスメイト全員のイベントが悪い、すごいことなんだかな、それはすごいこと なのかな。そうそう、今月末には大会やの。俺もボサッとしとったらいかんわ。準備万端で挑まんとね。さあここでさすがに西口さん出すんで、もう緩急で、おい出たわコナミ、もうレジェンドがエラーするわけないだろう。やめろよそういうの。やってんねこれ。先頭バッター出ろよ。よし、あこれもう大丈夫、とりあえずこう一盗塁稼ぎに行こう。うまいな広瀬さん、ヒットやし。さあ広瀬さん何盗塁目、もう分からんわ。1個目か、197盗塁、この試合1個しかできてないんか。これちょっとルミネカード渋いな。
転がせていこう。やっぱりうわーダメか、やっぱりルミネ走れ。よし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 。さあイチローセンターで三振。イチローが三振。はあー茶ぼみを犠牲フライか。まあまあまあとりあえず同点ね。タキラ行こう。マーチョンさんはおそらく声かかるわ。このままこのまま参加者増えなかったら。ノームさんナイス。ちょっと待って、あんまり点取りすぎないよね。なんだかんだあと2点しか取れんけん。なんだかんだ打ってんね。ダイソーやね。リリこれは転がせです絶対。おっといいね、いいんだけど。ちょっと待って、西口さん変えるかも。いやー送りバントで広瀬さんでしょう。送りバントで広瀬さんでしょう。いい、これ広瀬さん打てばいいんで。あ、海田哲人か。ここで頼むぞ、つなげよ、絶対つなげよ。そうトンネル、トンネルしないか。ここでレジェンド、はい、確実に走ろうか。頼む頼む、セーフー。よし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 。ちょっと待って、コールドなっちゃう、コールドなっちゃうな。どうする、7回だもんな。ちょっと待って、ルミネ売ってないもんな今日。ルミネすまん。ダイヤダイソー使ってるよね。ルミネすまんな、ここはフォアボール選べ。ちょ待って、野球しろよ、野球しろよ。イチローがアウトになるんだから野球しろよ、野球しろよ。佐藤お前絶好調だろ、お前76。野球しろよ、野球しろよ。 OK。 危ねえ、危ない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 。終われないよ、もう一回走るよ絶対に。終われないよねこんなところで。一応広瀬さん何盗塁かしら。198、まあ、200は硬いね、200はね、200は絶対硬いね、200は絶対硬い。あぶね、ちょっと14点でアウトカウント取ろう、怖いから。下位打線でアウトカウント取ろう。まあ西口さんやけどね、打たれるわけないんだけどね。いいよゲッツーで、はい OK。こうなると同点までするわ。こうなるとやります。
まだ2回も攻撃できるチャンスがあるからね。まだまだ遊べるドン。220はちょっと厳しいかな。220はね、夏の甲子園になると圧倒的三投が難しくなるからね。4番からかいいでしょう。行こう行こう、ビビんなビビんな。リコさんこんばんは、来てくれてありがとう。打てない打てない。はい、オッケー。よーし、まだまだ遊べる。いやいやいや、猫娘よく出た。ツーアウト一塁。いやー、これ8裏か。もうやるしかないな、やるしかないね、やるしかない。これはお祭りからのテポ。お前持ってこいよ、いい加減。うん、やっと持ってきたわ。そうなると流し行く、流し、これ10人打たせよう。ナイス。ちょっと待って、入んなよ。入っちゃうのか。勝ち込まなくてよかったけどな、お前出ろ。よし、海田哲人よく出た。私のいかね、ヨネボール。あ、ヨネダさんの天才、いいね。リコさんおめでとう。うますぎ。うわー、しびれるセーフティー。よし、この試合は3盗塁ですね。もうこれが限界。199盗塁、ちょっと切り悪いけどこれが限界です。あのミネールよく見た。さあ満塁で一郎、満塁男持ってるよね。転がせで。さあスイッチ、ナイスバッティング。さすがですね一郎。うん、あ、これチャボビ羽ばたくな、ワンチャン。これもうね、外野守れなくていいわ。にわこも出しとこも、羽ばたくワンチャンあるから。あ、羽ばたかないね、はいはいはい、 OK です。外野は守れなくていい。守れるやん、守れるやん、うん、守れるやん。さあにわこ一応経験値稼ごうね。ルミネ、二枠打たれないから意外と。うん、言ったら打たれたね、いいでしょう。もう決勝までに200盗塁は間違いないでしょう。あと1盗塁なんでね、199盗塁。これ2連打。あ、リコさんベンチですね、ベンチです。全員出しちゃうね、俺ね。出してる。やっぱ県大会で29盗塁ってなかなかすごいよね、よく考えたら。これよりも能力低かったってことやけんね。今で何盗塁かな。21安打か。雨使ってるよね俺ね。何にもつかないでしょ。わ、カードがめちゃんこええね。カードがめちゃくちゃええ。6割5分5厘20盗塁。やっぱ29盗塁って相当すごかったね。阿部28ありがとう。
やっぱ29通りって相当すごかったね。そう考えると6割5分5厘、チャボミもよう打ってるわ。ああこれはぶち込もう。そのままどうしようかな。ベンプレいらんね、こんなに。あらないか、ないね、青マスが青マスないじゃない。もうしょうがない、青マスないじゃないや。これは一郎、青マスないやん。あの星にかけるか。お待たせいたしました。はい、いやー広瀬さんアウトか。B ね。やっぱなんだかんだ5割打ってる一郎、さすが。ノイルよく抑えてる。広瀬さん出てくれた、 OK。 よしよし、広瀬さん打ったか打ってないかも大事。フォアボールね、まあいいです。クイック C 一丁前に、いや3投いけるでしょうこれ。いやーアウトですか、アウトですか、アウトですか。一応200盗塁ね、とりあえず200盗塁。一郎が二の二、200盗塁到達。一応皆さんありがとうございました。一応目標到達。サルボボ打つぞ。あーダメか。200通りとか言ってる場合でやべえわ、ちょっと負けそうやわ。ダッシュもう5回、やばいね。司令ってやばいよ。4番、ノエル頑張れよ。そうよく踏ん張りました。わあ広瀬さんアウトか。一路シングル、いやーナイスバッティー、さすが転がさないやつ。3の3、さすがの一路さす一、当たり前の猛打賞。チャボミ怪しいな、センターで。あーダメか、やっぱり怪しいと思った。ルミネ使おう、送りバントヒット、うまい。いやールミネナイスヒット、記録はヒットになりました。走る。滝名ちゃんって誰やったっけ。ファイト使う、シングルでいい。これは待とうか、もう一球待とう。よし、オッケー。さあ、ノムカツさん、ノムカツさんも持ってきたね。シングルよ、ナイス。待って、ヒットヒットヒットです。うん、まあ、とりあえず逆転ね。決勝やからお前関係ないぞ、得点打ちまくれ。サル代打やな、もう。うん、ラピさあ、この回勝負なんで代打、猫娘行く。転がすです。ナイスバッティー、転がさないやつ。采配ズバリ的中、完璧ですね。さあ小島洋平どうしようかな。6か、打たせよ。ナイス、落ちる落ちる落ちる。よし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 、ナイスバッティ。
ランナー進塁して広瀬さん、わえー、ゲッツー打ちやがったな。もうゲッツー打っちゃったね今。ゲッツー打ったよね今ノエル。バントでよかったのな、ノエル。ここはノエルの経験値を稼ごうね、しっかり。北川さんみたいな顔しような。西口さんぶち込んで大逆で、よし、あら切り丸持っとんのかい。いやこれ低めチャンスも狙うか、低め5回やろうか、頑張ってゲッツー取っちゃう。よし低め1回、低め5回狙おう。うわ広瀬さんアウトか。広瀬さんちょっと全然出てなくね、5割7分切ったわ。一郎出るよ、ナイスカット。いやーナイスバッティング4の4、当たり前のように打つな一郎、ナイスバッティング。広瀬さんの後にイチローさんも盗塁記録頑張ろう。これは流し、チャボミ1本三振。ルミネなんでカード厳しいやろ、こんなセーフティーしかないやん、こんなしょうがない。はいセーフ。おいおいコールドないんだから打ちまくるぞ。カード渋、流しでナイスバッティング滝名。そうそうツーアウトからだ、得点をしていく、素晴らしい、その通り。ノムカツ、いやここは取っとくか、いやもう使っていいわこれ。打席回せ、弾け、ピタゴラスイッチセーフ。危ない危ない危ない、石渡君変わったな君。ノムカツさんダイソー出そうかな、リリー、まあ、カール渋、転がせていい、よしよく選んだ。小島洋平シングルでいいぞ、そう素晴らしい。うわーここどうしようかな、ノエル、これ打てないね、ミラクル起きないかな、この野手能力じゃ打てんよな。代打でつないだところでだよね、7回裏でしょ、代打かなこれ、代打行くか、ガッテム行くか、行くわ広瀬さんのために代打、ガッテムつなげよ、はぁ、あ、走れお前。いや満塁で広瀬さんか、走れんね、走れないね。広瀬さん勝ち込ませようか、狙おう、ここは狙おう広瀬さん。いやーナイスバッティー、さすがやな。さあ一応三投狙える一郎三投、一応三投狙えるね、クイックに。いや絶対いける、いやでもカード変えよう。よし101盗塁頑張った、一
一郎。わあ、広瀬さん早いな。あー、コアアウトか。いや、一郎セーフある。オッケー、エラーね。一応201盗塁ね。チャボミ、チャボミ打ってないぞ今日。あら、アウトかい。まあいいでしょう。2枠投げよう、うん、オッケー、2枠よく抑えました。回せ、よし、ワンアウト1塁、リリー走る。めちゃんこ走ってるけどね、チームで。ここテポやな、持ってこないね、お前は本当に持ってこないな。送りバントヒット、もうアウトやし、お前。あ、セーフかい、オッケー、セーフならオッケー。クリボ出しとこう。つなげよう、広瀬さんまで頑張ろう、みんなでつなげ。よし、猫娘ナイス、ようやってる、ようやってる、絶対つなげ。お前打たせるわ。よし、いいぞ小島洋平、よく打った。にわこに代打、完璧。海田哲人、全員使い切る。魔物持ってくる、完璧ですかね。シングルでトンネルが一番いい。はじけ、よし、走れ走れ。これじゃ走れませんね、これじゃ走れませんの。本物がある。これしょうがない、これあえてこれしました。広瀬さんが走るためにあえてしました。ぜひです。よし、セーフ、エラーか。まあまあまあ、盗塁1ね、202盗塁、オッケー、頑張ってる頑張ってる。さあ、イチロー三振かい。守らせようかな。いや、頑張ったよね、頑張った。3盗塁、うわー、5割7分切ってんのがね。202盗塁ですわ。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。三振ついてもいいよ、大丈夫大丈夫。あー、でもね、赤徳めちゃんこおるからねなかなか消えないかも。赤徳はめちゃんこおるんやったね。よし、解消。いや、結構頑張ったよね、あくまで通過点。盗塁22かな、23かな、県大会。もうちょっとしたかったね、よく言えば。ホームランもなかったし。内野安打丸ゲットだぜ、いいです。代打丸ゲットだぜ、いいね、県大会で。2個の特能ゲット。いや、ルミネー、これワンチャン使えるな、ルミネーも。ちょっと待って、広瀬さん23盗塁頑張ったよね、頑張った頑張ったね。あ、セーブやね。21で大丈夫よね、前に OB がおるけん。ここ星マス厳選したいから。ここ広瀬さん、バント欲しいんですよね、バント。未だについてないバント。
ちょっと21で止まってみるわ。オッケーオッケーオッケー、21で大丈夫ですね。はい、1回しかないですね、チャンス。カモン、うーん、来ないね。戻しましょう。大丈夫ですよね。2マスコンかな、ミラクルで。かなりの確率よね、2マス青マス来るって。前に OB がいる時が21、いない時が22ですね。もう確定。バント系のところないな。そして、もし青マス2マス出たらもう絶対セーブする。ここめちゃんこ大事やな。ヒロシさんのバント丸つかんかな。バント職人とは言わんけん、バント丸でいい。はい、これ確定。これはみんないいですよね。ここでセーブですね。青2マス来たわ。セーブする。これはここでつけるぞ。これは熱盛来た。 4,5 回しかできんけど、4回かな、4回できるけど頑張ろう。これカードがね、カードがめちゃんこいいんだよね。これカードめちゃくちゃいいね。頼む、来て一発で。はい、うん、違う。リリー急スピーだな。経験値結構美味しいんだけどね。時を戻そう。まあ、一応最大限いこう。高評価15を押してくれたし、ありがとう。あやぽんさん三振 解除しましたね。よかったね。ルミネ意外と強いよな。いえ、ルミネ意外といいぞ。お願い。はい、いやー違う。テポドンいいわ。お前はこれ、これちょっと待って、使ってからセーブしよう。あと2回しかチャンスはございません。いやー、こんかなー。バント丸欲しい。広瀬さんの頼む。今後に影響する。あー来ない。さあ皆さん、ラストチャンスになりました。厳しいかな。バント系の合宿カード来てほしいんだけどね。そして打つ能力いらないもん、広瀬さん。変化球研究1個でいいわ。タイ、いやー今回残念。テポドン、お前な、おい、バント職人来たわ。一応オッケー、行きましょう。これは合宿頑張ろう。まさかのバント職人来たわ。広瀬さんがコント意味ないけどね。言ったら来たわ。言ったらベーランいらんね。うん、
てる。いやーマジかよー、もういらないやつ感とか。2回連続来てんのかよ。そして威圧感とかいらん。いやインコースヒッターもいらん。ちょっと待って、リアム来てんな。そしてリアムは違うか、あれノエルやったっけ、どっちやったっけ、ノエルか。これやり直そう、やり直そう。ちょっとバントつけてよ、俺がやけ、バントぐらいさ。星2でしょ、星1。もうお願いって、盗塁したいだけやから、こっちは。あ、こっからやり直しか、俺セーブしてないから。か、やらかしたな、今。あ、ルミネート、チャボミ、いいやん。ルミネートチャボミええやん。さあバーチョンさん、ルミネどうする。ルミネほんとワンチャンある、ルミネもワンチャンある、強い。バーチョンさんいないか。ルミネームでワンチャン使えるんですよ。盗塁 B やしね。あーね、チャボミも強いしね。ラインドライバー、まあ威圧感欲しいね。あーこれかな、これですね。威圧感欲しいね。広角上書き狙いいいかな、これで。ベンプレでしょう、これは。カット打ちいらない。うん、ベンプレ。これ一択でしょう、いきます。いいね。はい。カモン！うん、ブップね。戻します。贅沢言わないからね。威圧感つけて贅沢言わないから威圧感つけて、ルミネーに。はい、よし、広角上書きまたルミネー来てるし、上書き。プルヒが広角になったね。ルミネ甲子園ホームラン狙いまくろうか、こうなったら。ルミネ狙いまくろう。ちょっと水分がない、ちょっとみんな待ってね。水分がないです。ピリクルのも、ピリクル。ルミネ対変化球持ってたっけ。持ってないね、持ってない。ベンプレでしょう、これも。ハイボ対変化球、ローボ持ってるか。これやね、これ、これやろう、これ一択。チキンラーメンのパワーヒもあり。安倍ひもありだけど、あ、これでもいいわ。安倍ひでもいい。安倍ひかベンチでしょう。リコさん、威圧感欲しいのはそうね、リコさん贅沢ですよ、一番贅沢です、威圧感は。その通り、威圧感いく。 OK、
いやーこれはもういいでしょう。タイストレートついたし、これはいいんじゃないかな。もうちょっと威圧感取れんかったのはあれやけど、いやーでも次のメンツが渋いな。やり直すか、やり直そう。次のメンツが渋いわ。もう一回チャンスいこう。タイストレートじゃなくてコナミさん、威圧感がいいんだけどね。うん、お願いします。ブップー、ブップーやめろよ、ブップーやめろよ、ブップーやめろよ。はい、勝ち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 。やば、威圧感はつかんかったけど、ええでしょう。6個、あ、6個ですね、実質。うん、最高です。あら、2箱1人、2人もいたの。次のメンツが死んでる、次のメンツが死んでる。キンさんどうも、お仕事お疲れちゃん。高評価もありがとう。2話子今1人も2人もいたんだね、うち2話子2人もいたのね。やばいなこれ、ピッチャー系やべえな。これいくか、これ行くしかないね。ひろしさん来た。ちょっとどうしようかな、これセーブかな、セーブ案件行こうか、これなあ。みんなうっぷんやったけど、これセーブ案件でしょ。もう残り2日しかないから。ニワトリ、ニワコってそんないたっけ。あ、いたね、確かに。これセーブ案件だね、これセーブ案件。もう広瀬さんバント狙い、もうそれだけ。もうこの5日間の合宿は広瀬さんにバントつけれるかどうか、それに全てかかってる。いきます、勝負のバントチャレンジ。もうさあ、邪魔すんな、パリピ。遊んどけ、海で。もう、つけてよ、バントぐらい。もうお願いって。もうバントカードないんだから。もうマジお願い、これ。マジでお願いします。もう、なんでお前がつくんだ、大体。もうメンツも死んでるし、もう何のためにセーブしたと思ってる。もう何やってんの、もうバントって星1か星2でしょ、なんでつかないの。もう終わりました。だからチキンラーメンがなんかパーヒーついたよね、確か。2年かお前。もうなんかついたらいいわ。打撃系やけど、これかな。痛えなあ、広瀬さんにつかんかったの。もう広瀬さんにバントつけれることはないでしょう。バントの本とか持ってこんかな、ミラクルで。本屋さんがいないんですよね、そして。
リリさん威圧感も狙ってる。リリさん買ってほしい、一番いらないの持ってきた。つかないよりマシでもいいです。いやー広瀬さん強化できんかったな。パリピ邪魔すんなお前は。全然ダメやな。あ、めちゃんこ、めちゃんこ疲れてるね。わあ、茶ぼみは強い。もう補給でいい。もうこんだけ守れればいいでしょ。うん、いい、いい。ルミネーがこれ微妙にいかないんだよね。行っとこうか。広瀬やることない。テポドンは余裕。西口さんも普通に強い。ジャプね。滝根上がってないか。滝根どうしようかな。ミート溢れるな。あった、ガッテンも勝った。ノムカツさん足でいいね。海田哲と勝った。シュラシビ猫娘も勝った。月並み勝った。リアム急速でいい。ノイドいい感じやね、うん、サルボボいいんじゃない。もう肩でリリー肩でプリボ肩でいい。ラピシビで怪しげな、お前シビで。イチローはミートリーね。イチロー1年からいけんよね。520やもんね。520あ、無理無理、絶対いけない。2年生でいけそうなのもいないでしょ。無理無理。ノムカツさんえらい星高いなね。真面目な姿勢を引く、ここでもったいない。まあ、リンさん上側 G はしょうがないよね。弱いな相手。まあ、盗塁チャンスと思う。いやー相手が弱いないきなり。さあ金徳チャンスやね。今日はここで終わろう。俺もあまり夜更かしたらあかん。高評価17押してくれた人ありがとう。あと3で目標達成。バズカ早期欲しいね。走者釘付け欲しい。ここはでも黄色マスの不思議引いたらやめるよ。本屋、お前絶対本屋なれよ。経験値ナイス。釈迦です。神と人間のハーフ。黄色い本しか欲しくない。はい、投資の本。ちょっと待って、これもちょっと結構嬉しいんだけど。投資の本なんだけど、これは嬉しい。ちょっと待って、これはちょっとこのままでいい。投資は必須。ちょっと待って、これはいい。これはごめんなさい、やめます。いる、絶対いる。これは当たり。これはごめん、いるわ。これはいる。投資はうますぎ。ごめん、これはいるわ。これはみんなごめん、いるわ。知らん、わかった。これ直上がりを狙って終わろうか。頼む。はい、うん、引かないね。ということで一旦今日ここで終わりたいと思います。広瀬さん盗塁200チャレンジ、なんと200盗塁突破。
5割並ぶはキープしてほしい、うん、いいんじゃないでしょうか。もうやることないです、やることない。明日最後の夏の甲子園頑張っていきたいと思います。220はいきたいかな、うん、6試合で18、1試合3盗塁すればいいね、1試合3盗塁すれば220いく、うん、みんなありがとう。であとはイチローもね、なんだかんだ13盗塁してるんで頑張ります。でチャボミも素晴らしい成績ね、770で、ルミネーもね3段目埋まっちゃったから、さっきの特能で、うん、素晴らしいよ、100打点いくね、うん。あと滝名ちゃんも悪くないし、ノムカツさんも4割打ってるし、全員いいよね。で信頼度見て、サルボブは3割だからこんなもんで、小島も4割8分打っててこんなもんで、イチローはね盗塁もしてるからこんなに上がってる、分かりやすいよね。でノエルはね指示回数が少ないからこんなもん、まあ、こんな感じですわ。はい、さあ広瀬さん、いよいよ最後の夏頑張っていきたいと思います。高評価18押してくれた人ありがとう。では私もね体調をしっかり整えて、最後の広瀬さんの夏の甲子園に挑みたいと思います。ではまた明日の生配信でお会いしましょう。みんなぜひこの盗塁記録チャレンジ、うん、これ絶対抜けない記録になると思うわ、うん、攻めた結果、3年間攻めた結果です。絶対やり遂げよう。また明日ね、バイバイキーン。ノエルもいい感じよ、球種がちょっとフォークになっちゃったけどね、下方向が球種ガチャにちょっと負けたけど、まあいいでしょう、カットパーカーブフォークやからいいでしょう、そんな感じですかね。いや広瀬さんやり遂げるわ、またね明日ね、バイバイキーン。いやもうちょっと県大会走りたかったね、よく言えば。やっぱ29盗塁ってなかなかすごかったんだね、あの時の成績、去年。今年は S に上がってるんだけどね、やっぱなかなか走れんよね、思ったように。うん、220は目標で頑張ろう。うん、おやすみなさい。みんないつもありがとう。